サラソウ山頂から見た八幡東区サラソウ山頂から見た八幡東区の夜景八幡東区は北九州市を構成する七区の行政区の一つである。小倉村、大倉村、枝光村が合併して八幡村が誕生したが、三つの村ともに、うぶすな神様の八幡神社を祀っていたので、新村の名を八幡にしたと言われている。やた鉄所の創業以来、 製鉄業で栄えた町で、日本製鉄や渡製鉄所がある。東田地区の独内では、製鉄所の有給地を活かした再開発が進められている。平野地区では、小柱山系の山々が、東西に裾野を広げ、国際村交流センター、国際協力機構九州国際センター、九州国際大学などが並び、国際交流ゾーンとしての整備が進んでいる。 丸山、大谷地区では、斜面地に住宅が密集し、階段が多く、袋工事もあり、旧来からの斜面地らしい街並みを残している。地域住民の高齢化に伴い、火災や疾病など緊急時の対応への対策が、急務となっている。東田地区では、土地区画整理事業が行われ、JR 鹿児島本線の直線化や、スペースワールド駅の開業、 新産業分野の誘致、イオンモール、八幡東などの商業施設の整備が進められた。また、自然、環境、歴史を学ぶ場として、北九州市立自然史、歴史博物館、北九州市環境ミュージアムが立地している。貢献地区には、北側は緑豊かな丘陵地があり、南側は旧電車通りが走り、市内各所からのアクセスが良好である。 高品質なライフスタイルを志向する人々向けに提案された居住エリアで戸建て住宅や共同住宅などの整備が一体的に進められている。サラソウ地区には市民に親しまれているサラ倉山があり、山頂の展望台からは北九州市の街並みが一望できる。川内地区には川内貯水池のほとりにせせらぎ広場や、 サイクリングロードが整備され、休日をのんびり過ごす環境が整えられている。健康の項に、記載の通り、近年少子高齢化が顕著であり、2014年、有識者団体、日本創生会議が発表した、消滅可能性都市に、九州の県庁所在地、政令市内で唯一含まれた。自、大技などは除く、都市高速道路国道一般道路、 大学高等学校、中学校、小学校図書館区の人口のうち高齢者率が28.3%、年少者率が10.3%と、市内各区の中で最も少子高齢化が進んでいる。今後も少子高齢化は進行することが予想されており、特にさら、倉山の麓に位置する地域においてはその傾向が顕著である。八和製鉄所旧本事務所かつてあった施設、 テーマパーク以下に示す、市外、市内局番は、総務省の公開情報による。近年、通信自由化で、従来のパターンが通用しなくなっている。以下、エリア分類不明。区内にも該当する番号が存在する。なお参考までに、NTT 西日本における一般的な割り当てルールは、以下の通り。携帯電話については、NTT ドコモ、au by KDDI。 ソフトバンクとも区内ほとんどの地域で利用可能となっているが、山間部でつながらない地域がある。世代交代が進められていることもあり、3G 以降のサービスのみについて、エリア拡大のため基地局整備等が進められている。区内には拠点がなく、小倉北区にある拠点が直接取材を行っている。皿倉山に八幡テレビ FM 放送所が置かれ、デジタルテレビジョン放送。 FM ラジオ放送 V ローマルチメディア放送アイディオが送信されている。a m ラジオ放送は若松区教送信所から出される電波を直接受信する。演奏所は1958年にテレビ西日本が開局し15年余りにわたって放送を出していたが国の方針で1974年に閉鎖。本社は福岡市へ北九州の拠点は 小倉北区へと移された。建物は高宮が本社として使っていたが、老朽化で移転、解体され、跡地にはスポーツクラブが建てられた。ありがとうございます。